テトリス99スーパーマリオコレクションコラボ祭ということで、あの名作スーパーマリオコレクションとなんとテトリス99がコラボらしいです。どういうこっちゃまあやってみよう、やってみりゃわかるだろう。やろうやろうやろう。うわーいいね、背景からもうすでにマリオブラザーズの1の1の背景。よし、ちょっと気合い入れてやろう。これよくよく見たらこのネクストとかフォールドとかの背景があれじゃない、地下じゃない、2の1の2とかの地下の背景な気がする。あとテトリス自体が久しぶりだからまずそこだよねテトワントレッカーな。お、あ、ブロックそんな感じなんだ。なんかホールドの上にルイージない、なんかホールドの上になんかルイージ。あと曲聴こう。あ、いいねいいねいいね、レテレテレレレテレテテレレいいね。まあおなじみだよね。まああとこの操作する音は何だろう。あ、なんかそれはなんかすごい昔のね、テトリスみたいな音だけども、しかも早速ミスってるっていうねあんまりよろしくない。で、ちょっとまあ感覚取り戻しつつね、やりたいな。やっぱテトリスってむずいな。やっぱ舐めてたわけじゃないけど、で、このさ、音がすげえテトリス、わかるわかる、このテトリス感。テレッテテレッテ、あー、ちょっと曲、あ、曲とね、タイミング合ってなかった。テテレッテテレレ。まあ、最初はのんびり行こうよ。残り98人。あ、全然みんな生き残ってるじゃん。まあ、Tスピン組みながら、Tスピンをね、Tスピンばっか組もうとして、形が悪くなる。良くないね。良くない。非常に良くない。で、で、キルしたいなぁ。あ、キルできた？あ、僕じゃない。僕じゃないか。これさ、次の曲何になるかもちょっと当てたいなぁ。地下かなぁ。でも、ってなると、もしも地下だとすると、なんだろう、マリオコレクション祭って言ってる割にはなんか、マリオ3とかの曲来ねえじゃんってなるから、あ、やっぱ、てってれってー、てれってー、ててん、てってれん、てれん、ててんが来ると予想します、僕は。来ないかなぁ。来てほしいなぁ。てってれれれれー、てってれーてれれれーが来てほしい。で、てか、これ、何人に狙われてるとかってどこでわかんだっけなんか、マリオ35やることは結構あるけど、テトリス99はあんまりやんないから、いまいちわかってはないっていうね。まあ、これ使いたくなかったら、まあ、いいか。コークミーの、ちょっとスピード上げたいけど、ちょっとスピード上げて組める練習はしたい。このさ、てれてれてれて、じゃんの、じゃんの音が好きです。めっちゃ、死ぬほどマニアック。ちょっと連続でテトリス組んでみるか。ちょっとスピード上げたいんだけど、スピード上げたいっつってもな、なんか、あ、KO した KO した、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。で、こう、大きいの、形は良くないと。で、ここで、Tスピン。で、こう組んで、なんかもうちょっとさ、テトリス早く組めるようになったらいいんだけどね。なかなかそれも難しいんだよな。テトリス早く組める人ってすごくない？で、ポン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 、はい次、ポンポンぐらいの勢いで組める人。何考えてんだろうね。なんか、テトリスってぷよぷよと違って、こう、置くマスが多いじゃん。1、2、3、4、5、6、7、まあ、結構あるじゃん。ぷよぷよってなんか6、7マスぐらいなんだけどさ、まあ、7マスもないか。なんかそれに対してこう、うまく組めるのすごいよね。お、曲早くなるだけなんだ。なるほどね。あ、別にあれが弾けるわけじゃないんだ。その、てれってー、てれってーが弾けるわけではないんだ。あー、いや、でもまだこの後どうなるかだな。だから結構せかされんね、この曲が早くなると。なるほど。基本的にはじゃあ1の1ベースと。まあ、1の1の曲もね、いい曲だからね。で、待って、落ち着け、こう組んで、Tスピン意識。Tスピン意識が強すぎる。なんかそれは、どうなんだろうね。Tスピン意識の強すぎるって。いや、結局さ、この、なんか、テトリス99を見てる人たちの、まあ、あんまりプレイしてないけど、見てるっていう人にとっては、やっぱテトリスって Tスピンが大事なんでしょ？みたいな印象を受けるんじゃないかなって思うんですよ、やっぱ。動画配信してる人とかって結構、Tスピンやってる人多いし、Tスピンが打てるようになんなきゃダメなんでしょ？みたいな
思ってる人は多いのかもしんないけど、正直テトリス打ってりゃ何でもいいと思うんだよね、僕は。ちょっとしばらくテトリスでやってみるわ。全然テトリスさえ打てればさ、何の問題もないような気はしてる。まあ、もっと上手くなるためには必要だと思うよ、さすがに。ただ、まあ、基本的にはさ、こうテトリス打っときゃさ、なんか4列ぐらい遅れるわけでさ、別にそれで問題ないと思うんだよな。僕今めっちゃいいこと言ってない？それさえ打てれば正直問題はないと思いますっていう。しかも大してそんなテトリス死ぬほどうまいってわけじゃないのに勝手なことを言っていいんだろうかっていう。これさえ打てればね、別に正直テトワン取れると思うんだよね。ね、テトリスさえ打てればテトワンって取れる説は、なんかその検証してみたいわ。で、まあ、あとはいかに早く打つかだよな、きっと。あと、掘りね、掘り。その、テトリスって掘りってかなり大事だと思うわ、多分。掘りって何かっていうと、今これさ、結構競り上がってきてるじゃん。競り上がってきてるのに対して、どう下まで掘っていくかっていう。掘って、掘って、みたいな。そういう技術が大事な気がしてますね、多分。競り上がった時に、だってもう掘れなかったら結局死んじゃうわけじゃない、いくら積むのが早かったとしても。だからそう、すげえ早く掘れるっていう技術が大事だとは思いますけどね。あと何人だ、あと20人か。そうそう、こう言ってる間にあと20人。いや、もうここまで来たら勝とうよ。なるべくテトリスを打ちたいから、テトリスを組める形にしておく。あとあれだな、なんかミスらないってことめっちゃ大事だよね、きっと。テトリス、うわー、しまった、ミスったー。行ったそばからミスる。ほれ。そらミスっちゃダメよ。こう組んで、あとね、これ落ちてくる。落下速度速くなるとね、焦るよね、シンプルに。シンプルに焦るっていうね。これ刺さんねえかなー。てか、これランダムだけで狙ってちゃダメ。てか、これ、今僕誰にも狙われてなくね、なんか。なんか、一人でテトリスやってるだけになっちゃってるんだけど。すげえ寂しいわ。ちょっとたまには T スピンを意識して、うわー、やっちゃったね。それやっちゃったね。このミスった時の後リカバリーね。どうリカバリーするかってのもきっと大事。こう組んで、オッケー。一応掘ることはできたと。あ、やばいね。それやばいね。よし、ナイスです。あ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。こう組んで、押し付け、冷静ね。こう T 組める。早くね、なんか。落ちてくんのすげえ早いんだけど、こんなもんだっけテトリスって。やべ、動体視力の低下か。え、それは困るよ。それは困る。こう組んで、一応ちょっと死なないことだけ意識しとくか。わ、なんかやらかしたな。これ T スピントリプル組めそうじゃね。ちょっと待って、あ、組みたかった、組みたかったな。今 T スピントリプル、僕まだ動画で打ったことないから、 T スピントリプル今組めそうだったな。しまったな。こう組んで、いや、ちょっと T スピン狙いすぎ。こう組みの、あ、やべやべ。落ち着け、落ち着け。落ち着いてないね、落ち着いてないね。やべ、ちょっとなんか自分の劣化を感じる。ちょっとダメだ、ダメだ、ダメだ、やべ。あ、クッパ、いいね、クッパ状、クッパ状。よし、落ち着け。でーれ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 ー、いいね、マリオコレクションのクッパ状といえばこれよ。で、こう組みの、やべ、降ってくるな、これ。よし、いいぞ、落ち着け、落ち着け、落ち着け。で、掘って、掘って、いやー、やばめやばめ、これやばめだな、やば。あ、やばい、これ。あー、普通に死んだ。あー普通に死んだ。え、今最後どんな曲だった？いや、悔しい、普通に死んだな。Tスピントリプル組みてえな。ちょっと今回の目標、Tスピントリプルを組むを目標にちょっとやってみます。何が難しいってね、全部難しいね。ちょっとなんか探り探り、なんか世の中にはさ、 DT 法みたいなその組み方もあるんですよ。まあって言われても分かりませんがなって思うかもしんないんだけど、まあなんかその決まった組み方とかもあるんだけど、ちょっとそういうの僕まだっていうか、昔は組めてたんだけど、今もう完全に忘れちゃってる状態だから、ちょっともう試行錯誤しながら、こうやれば組めるんじゃねっていう感じでちょっと組んでみたいな。Tスピントリプルするためには考えろ。あ、これいけんじゃね。こう組んで、こうで、あ、いいね、いいね。で、
あ、いい感じな気がする。で、こう置いて、で、こんなゆっくり組んでても。まあ、まあいいとしよう。まあ、今回試しね、試しだから。ここは置いちゃダメ。これフォールドしたいな。こう。よし、これ、あ、来た来た。できたできた。Tスピントリプル。これが Tスピントリプル。あ、いいね。よ、ちょっと、これしかも何がいいって、このまま Tスピンダブルが打てるっていう。おー、なんか、どうせだったらそれでキルしたいな。なんか、それで KO って言われたら、おーって感じするけど。まあ、打って、ちょっと出っていう感じがする。おめでとうぐらいの。あ、よかったじゃん。おめでとうぐらいの。まあ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 。まあ、組めたことに意味があるから、こういうのは。まあ、喜んでこう、喜んでこう。ちょっと、なんか変わったことしたいな。あ、ここでまたさ、Tスピントリプル組めそうじゃね？お、なんか、Tスピントリプル組めるようになってきたか、もしかして。いや、あんま無茶しない方がいいて。あ、できそう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 。あ、できそう、できそう。あ、すげえ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 。お、Tスピントリプル打てる。お、すげえ、すげえ、Tスピントリプル、ほうほう、打てた、打てた。あ、すごくね。お、なんかできるもんだな、意外と。いや、これでも、素早くやれって言われたら多分僕、できないぞ、全然。この速度だからできるってのはすげえ狙われてんじゃん。で、この速度だからできることであって、これすげえ速さで組めてるし、すごいね。やっぱ、まあ、慣れとかもあるのかな、やっぱ。慣れたらバンバン組めますよ、みたいな。もしかしたらあるのかもしれない。なかなかちょっと、ハードルは高いわ。こう、見てる、あんまりやんない人にとっては、Tスピンダブルも結構難易度が高そうに見えるじゃん、きっと。Tスピンダブルね、そこまで難しくないんですよ。まあ、形さえ覚えてしまえばね。あと、Tスピンダブルの大事なとこって、無理に組みに行かないことが僕は多分大事だろうなって思ってます。無理に組みに行って形崩れるっていう。一番良くないパターンだから。で、掘って、ここ掘りたいな。あとさ、このさ、まあ、これ、言語化しづらいな。ちょっと待ってね。まず掘るじゃん。こう組んで、こうでいいか。よし。で、ちょっと一回掘るよ。掘って、で、Tスピンっぽい形を作って、掘りの話したかったけど、掘りの話すんのむずいな。まず掘りしようとしてるときって大体焦ってるから。掘りの話できねえ。あとその僕のね、その中途半端な知識でいろいろ話して誤解を招いても、それ違いますよってなっても、ちょっと申し訳ないっていうね。まあ、あくまでちょっと個人の、その、僕レベルでの話ですって思ってもらえると。あ、そんなに詳しくない人が一応喋ってますっていうところを把握しておいてもらいたい。で、てれて、じゃん。で、掘りたいなぁ。これ、あ、でも Tスピン売ってる。Tスピン作りの、一応打つか。テトリス打ちの、で、ここ、はめるか。はめて、マジでさ、テトリスさ、奥マスが多いんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11、あ、ちょ、今僕数えてたじゃん。ちょっと、テトリミノで数えるのよくねえな。あ、ちょっとそれで死ぬのマジで勘弁ね。本当に勘弁ね。危ね、マジで危ねえ。やめて、ちょっとマジでやめて、それは。それだけは。かなりしょうもない死に方になっちゃうから、それ。危ねえ、よし。よし、いいぞ。本当に、テトリミノでマス数えるのは本当ダメ絶対だわ、これ。Tスピン、オッケー！で、マジで危ねえ。で、じゃん。あ、ちょっとカウンターしっかりする。で、ホール。あ、いいね、KO、連続 KO。で、あ、残り10人、もう残り10人か、早えな。なんか、今回話した記憶ないぞ、全く。で、キースピン、うちの、あ、そう、まっすぐが多いから、その狙ったところに打つのが、置くのが大変なんだよね。そう、それなのに、早くポンポン置いてる人ってすごいなって思うんだよな。これこう置くか。こう置くことで、掘りやすくすると。あ、いいね。あ、これ、テッドワン取れんじゃないか？ちょっと油断禁物よ。オッケー、いいね。ちょっと掘り意識しよう。掘って、あ、いいね、もう、下から2列目、3列目をキープするっていう。
火力もクソもない威力が出ない形んで、こう、あ、でも、そう、Tスピンダブル打てるなら、それだけで有利かもしれない。こういって、ちょっと形ガクガクしてんな。こうで、待って、落ち着け。いや、ちょっと焦る焦る。その曲はさ、全然なだらかなんだけどさ、打って変わって自分の心境は焦りまくりよ。よし。で、こっち、オッケー。で、いや、今ちょっとテトリス打つチャンスあったな。いや、いいね、ナイスです。で、掘って、掘って、あと3人よ。この1段目、2段目をキープしとけば勝てる説、あるんじゃないこれ。掘って、あと2人、あと2人、いつの間にかあと2人。相手どんな感じ？相手画面端すぎてちょっと見づれ。掘る。ただ、相手まだ、ちょっとこれ攻めたいな。攻めたいな。テトリスとか打ちたいな。キースピン打つか。いや、しまった。キースピン打ちたい、打ちたい、打ちたい。いや、キースピン打ちたい欲が強すぎて。形が良くない。よし、ナイス、よし、いいぞ。で、掘る。で、掘る。掘る。相手死にそう、相手死にそう。いけるいける。これいける、これいける、これいける。絶対いける、絶対いける。よーし、ナイスプレイ、ナイスプレイ、ナイスプレイ。やべ、最後の曲になって、レレレレレレレだった今。おー、獲得。いや、これ嬉しいな。まあ、今ね、マリオ35周年なんで、やるなら今ですよ。なんか宣伝みたいなした。